ガンクツ王、ガンクツ王、ガンクツ王は、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、モンテ・クリスト博を原作とする日本のテレビアニメ。テレビ朝日で、2004年10月5日より2005年3月29日まで放送された。それ以外のツボネでは放送されず、長らく関東ローカルであったが、2008年6月17日より2008年12月2日まで、NHKBS2 で、 放送沙汰、全24話。この作品を企画した監督の前田正宏によれば、当初はアルフレッド・ベスターの SF 小説、トラヨ、トラヨをアニメ化しようとしたが、著作権の関係で果たせず、トラヨ、トラヨのモチーフとなったモンテクリスト博をアニメ化することにしたという。原作であるモンテクリスト博での19世紀ヨーロッパの舞台は、 幻想世界である未来のパリへ、ローマでの社肉祭モルナに移されていたり、宇宙船や宇宙戦艦、鎧と呼ばれる、有人操縦式の人型ロボット兵器が登場したりと、トラよ、トラよ、における SF 的世界観の要素を取り入れている。さらに原作では、脇役の一人に過ぎなかったアルベールを主人公とし、アルベールの友人として、原作では、中盤には登場しないフランツや、 ユージェニーなど復讐する側の視点ではなく復讐される側の子供たちの視点から話を構成するなど、ストーリーや人物設定の面で原作に大きな改変を加えている。パリの貴族であるアルベールは退屈な日常に飽き、刺激を求めて、親友のフランツと共に月面都市、ルナのカーニバルに参加する。その頃、ルナの社交界では、 東方空からやってきた謎の紳士、モンテクリスト伯爵の話題で持ちきりだった。オペラ座でモンテクリスト伯爵の姿を見たアルベールは、その存在感に圧倒され、やがてモンテクリスト伯爵との交流を深めていった。アルベールは、伯爵の怪しい魅力の虜となっていく。カーニバル最終日、ルナで知り合った美少女、ペッポとの王瀬を楽しんでいたアルベールであったが、 ペッポの正体は、ルナの山賊、ルイジ・バンパの手下であった。アルベールは、ルイジ・バンパ一味に誘拐され、フランツの元に莫大な額の身の白金を要求する、手紙が届けられる。身の白金の調達に急したフランツは、モンテクリスト伯爵に助けを求め、モンテクリスト伯爵の尽力でアルベールは解放される。感激したアルベールは、モンテクリスト伯爵を、パリの社交界に紹介する。 パリに移り住んだモンテクリスト伯爵は、己の莫大な富を誇示して、パリの人々の度肝を抜く。さらに、モンテクリスト伯爵は、息子の友人として、アルベールの父、フェルナンに接近し、さらにダングラール銀行の口座に莫大な額の金を、振り込んで、金融界の大物、ダングラールをも懐中する。フェルナン、ダングラールに加え、 放送会に力を持つビルフォールを、モンテクリスト伯爵は、自分の別荘に招待するが、その別荘は、ビルフォールがかつて、ダングラール夫人との間に設けた、不子を始末した場所であった。ビルフォールの秘密を知っているかのごとく振る舞うモンテ、クリスト伯爵に不信を抱いた、ビルフォールは、密定に、モンテクリスト伯爵の身辺を調査させる。やがて、フェルナン、ダングラール、 ビルホールのもとに、エドモン・ダンテスと名乗る人物から、葬儀の案内状が届く。指定された教会に現れたのは三人の過去を知る、カドルスス。そして、そこで四人が見たものは、ビルホールが放った密定の死体だった。その日から四人の運命は、その家族も巻き込んで、次第に狂い出していく。精神的に追い詰められた、ビルホールは、 モンテクリスト伯爵の殺害を企てるが失敗し失脚してしまう。モンテクリスト伯爵が連れてきたアンドレア・カバルカンティ、公爵の財産名あって自分の娘と公爵の結婚話を進めたダングラールはカバルカンティ公爵の正体が犯罪者であることが発覚して面目を失い、さらにモンテクリスト伯爵の格索で銀行も潰れ、金塊を抱いて逃亡するも 宇宙をさまようこととなった。大統領選への出馬を予定していたフェルナンは、モンテクリスト伯爵が連れてきた、エデによって、ジャニーナ勢で行った悪逆非道を告発されて、失脚。さらに不正な手段で貴族の地位を手に入れていたことが、発覚して、貴族の身分も剥奪される。フェルナンは権力を取り戻すためにクーデターを、決行するが、そこに、モンテクリスト伯爵が現れ、 二人は因縁の対決に突入する。その頃、モンテクリスト伯爵によって、すべてを奪われたアルベールは、彼の真意を知るべく、モンテクリスト伯爵のもとに向かっていた。最終話の衣装デザインにはアナスイも参加している。第23幕での最終幕の予告はされていない。服の柄やきらびやかな都市などをテクスチャを使って表現するなど、 映像的にも斬新な試みが行われている。2005年の東京国際アニメフェアで、テレビ部門の優秀作品賞を受賞した。本作の DVD には隠しメニューが存在しており、背景や BGM が変わるだけでなく、そこからチャプターをすると、冒頭の語りが、ガンクツ王のフランス語からモンテ・クリスト伯爵の日本語になる。監督である、前田正宏によって漫画化され、 月刊アフタヌーン2005年5月号から連載されるが2006年に連載中断2008年5月号に完結賞を掲載したストーリーは白爵が復讐を完遂する以前で終わっているアニメを原作とした舞台岩屈オーレテアトルルテアトルが2019年上演予定脚本演出を村井武氏が担当舞台化に際して アニメ版のスタッフキャストからコメントも寄せられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。